1976年の伴水駅跡と周囲500メートル範囲。右が栗山方面。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成伴水駅は北海道空地郡南幌町にあった夕張鉄道の駅である。夕張鉄道線の廃止に伴い1975年に廃止された。 短式ホーム一面一線の地上駅だった。ホームや建屋は高床式の構造に似ていて、すべて木造で建築されていた。駅横に農協穀物倉庫があったため、通称キララ街道交差点あたりから農協倉庫側への引っ込み線があり、万水駅の見た目は一面二線のように見える。周辺は農業地帯だが、鉄道廃止後は札幌県の拡大により、 工業団地などが造成されている。駅跡を示す標柱が南ポロ町により設置されている。当時の線路跡はそのまま生活道路となり、通称キララ街道と呼ばれ、江別市場江別岩見沢市栗沢町近郊までを結んでいる。当時の駅舎とホームは線路の南側となっていた。駅裏は空き地になっており、そこを取り囲むように数軒の民家やコンクリート工場。 農林水産省北海道食料事務所、南ポロ市庁所、万水検査場及び農協倉庫二棟があった。現在の駅裏空き地周辺には民家はなく自動車整備工場と農協倉庫が残るのみである。ありがとうございます。